でも思い出す70年代の伝説のドラマ、飛び出す青春で、熱血教師役を演じ、一躍ブレイクした、村野武則さん。最近、お姿をお見かけしませんが、どうされているのか、気になったので調べてみることに。村野武則さん。1945年生まれの75歳。東京都清瀬市生まれ。中学生になって、当初、卓球部に所属していましたが、夏休みの毎日の練習が嫌で退部。そんな折、友達に誘われて、演劇部に入るや、東京都の代表になったり、NHK、Eテレに何回か出演もしています。高校時代に石原裕次郎さんに憧れて、船員になろうとするのですが、商船系の大学入試には、苦手な数学が受験科目にあり、諦めます。今度は、商社マンを目指して、早稲田大学商学部に進学して、英語のサークルにも入りますが、自分の英語力に限界を感じて、入学早々、商社マンも諦めてしまいます。その後、姉のアドバイスもあって、学生劇団児玉に所属しましたが、ここでも学生演劇の限界を感じて、またしても劇団を退部という、よく言えば切り替えが早い、悪く言えば諦めが早い、学生時代を過ごしています。大学卒業後は文学座に所属。いきなりチャンスが訪れます。1969年、NHK ドラマ「走れ玩具」での初主演がデビューという幸運に恵まれ、1971年、映画「8月の濡れた砂」で注目を集めたことがきっかけで、1972年、学園ドラマ「飛び出す青春」の熱血教師の河野武史役に抜擢されて、人気を不動のものにしました。このドラマで村野さんは、落ちこぼれな吹きだまりのような学校のサッカー部を指導するという青春学園ドラマでしたが、これまでと違っていたのは、河野先生は模範的な教師なんかじゃなく、生真面目なんですが、どこか3倍目のキャラクターというところが、とても親近感があったのを覚えています。面白い話があって、当時、流行りかけてた長髪だった、村野武則さん。撮影前に、その長髪の件でプロデューサーから、先生らしく髪を短く切って、と命令されたにもかかわらず、切りたくなかった村野さんは、どっちが生徒かわからない先生なら、長髪の方がいいと思いますよ。と、大揉めになるも、ある条件を出して、その場を切り抜けたそうですが、その条件とは、視聴者から、長髪に対して、抗議が来たら、すぐに切る、というものだったそうですが、ところが、クレームは全くなかったのだとか、これが、前例のない、ボサボサの長髪頭の、型破りな教師の誕生秘話なのだとか、また、ドラマでの合言葉、レッツ・ビギンには何か、一筋の光明を感じていたのは、私だけではないと思います。ドラマの大ヒットのおかげで、その後もいろんなドラマや映画で、活躍されてきたはずなのですが、30代半ばになると、次第に飽きられて、俳優の仕事が激減してしまったのです。一説には、ドラマ、日本沈没などでの、暗い役が多くなって、そのイメージが払拭できず、役の幅が狭くなってしまったことが、原因とも言われています。しかし、究極のポジティブ人間、村野さんは決して痩せらず、むしろ、空き時間を有効利用して、いろんな趣味を始めたところ、中でも、磯釣りにはまって、釣った魚を家族のために、さばいたり料理したことが知れ渡り、情報番組「こんにちは2時」の中で、村野武則の押しかけ料理、というコーナーを任されることに、ここでの料理のタイトルが特徴的で、麺探偵三色ドラドラとか、生意気タラちゃん、イクラちゃん、一見、料理とは思えない名前が、
逆に注目を集めたことで、今度は1988年からあの伝説の料理番組食いしん坊万歳の7代目レポーターに抜擢されたそうです。全国各地で美味しいものを食べまくった村野武則さんですが、いいことばかりでもなかったようです。というのも、中には口に合わないものもあって、それに対してのコメントは、何とも言えない味ですねとごまかしていたそうです。しかも困ったことに、いくらうまい料理でもロケ先のほとんどが港町で、出てくるのは豪華な魚料理ばかり。村野さんはたまらず、撮影が終わったら一目散にカップラーメンや菓子パンを買い込み、夕飯は隠れてテーブルの下でそれらを食べていたのだとか。そんな村野さんは以前、食いしん坊万歳の経験を生かし、赤坂でグルメダイニング村野という割烹を友人と共同経営されていたそうです。著名人が多く訪れる名店として知られていたみたいですね。村野武則さんのご家族は、今年で金婚式を迎える奥さんと子供さんもいらっしゃって、お幸せな家庭を築いていらっしゃいますが、50歳の時に不摂生がたたって倒れてしまったのだとか。それもそのはず、若い頃から健康に自信があった村野さん、毎日100本のタバコを吸い、連日大量の飲酒をしていたのだとか。医者はそれを聞いて、あなた終わりますよと開口一番言い放ったそうです。それ以来タバコはやめて、酒も控えるように注意していたはずなのに、2015年またしても病が村野さんを襲います。その病気とは、中咽頭がん、しかもステージ4の末期がんでした。その時は信じられなかったそうです。というのも、いわゆる舌がんなのですが、痛みが全くなかったんだとか。しかも最初に見てもらった病院では、ただの風邪と言われたようです。とんでもない誤診でしたが、それから4件目の病院でやっと末期がんであることを告げられたのです。主治医に余命を聞いたところ、それは聞かない方がいいですよ、そう笑い飛ばされたのだとか。ひどい話なのですが、確かに中咽頭がんのステージ4の5年生存率は 66% 程度と言われていましたから、この時ばかりはさすがに観念したのだとか。しかし、ここで奇跡が起こったのです。奥さんがいろいろと調べて、ある病院で特別な治療することに。その病院では高度先進医療の陽子線治療を受けることができたのです。陽子線治療というのは、水素の原子核である陽子を高速に近い速度でがん細胞に当て、他の部分への障害を減らしながら、患部にピンポイントで強い放射線を当てることができるそうです。この治療は300万円ほどかかるそうで、保険適用外で高額でしたが、たまたま少し前に特約に入っていて受けることができたのだとか。放射線治療よりも副作用が少なく、完治することができて、5年以上経っても再発もないそうです。探してくれた奥さんには感謝しかないでしょうね。助かったから言えるのかもしれませんが、村野さんは同じ苦しみを抱える人たちに、私も末期がんだと宣告されたけど、今こうして生きてます。それは、医者に末期がんと言われても納得いく治療をしてくれる病院を探したから。そんな自分の体験からの言葉を講演会などで伝えているそうです。講演会の始まりは、なんと飛び出せ青春の主題歌の太陽が暮れた季節を歌いながら壇上に上がるんだそうです。多くのがんと戦っている人にエールを送り続けたいと、いかにも村野武則さんらしい、そんな風に感じてしまいました。いかがでしたか。
あなたはどう思いますか？私はしばらくお見かけしないと思ったらご病気されていたのですね。完治されてよかったです。当時ドラマを楽しみにしていた頃を思い出してしまいました。みんな若かったですね。とても家族円満そうで何よりです。またドラマでお姿拝見できる日を楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。